こんにちは CEO for one month の村瀬美咲でと今日が1日目のインターンとなるんですけれどもこんなに大変というか素晴らしいインターンだっていうのは全然知らず私のイメージでは結構社長のカバン持ち的なインターンになるのかなと思っていたら。 なんと自分で事業計画を作ったり、まあ、いろんな本部長の方社外の方にも自分から積極的に連絡を取ってあの、まあ、新しいものを作り上げていくっていうインターンだっていうことに、まあ、今日あの初めて知ったのでちょっとびっくりはしているんですけれども、まあ、自分として何ができるのか、まあ、1ヶ月精進して参りたいと思いますよろししくお願いします。